ナイスパス、ナイスパス、ナイスパスは、遠州鉄道の電車、バス双方で共通に使える、非接触 IC カードフェリカを媒体とした乗車カードである。名称は、ニューインテリジェンスカードオブエンテツパーソナルスマートシステムに由来する。システム構築は、エンテツシステムサービスが担当。鉄道、バス共通の本格的な IC 乗車カードとしては、日本国内で、 初めてとなった。太字は、全身の EG1 カードの時代から実施されているものの一般カードを除き、すべて記名式である。学生カード、小児カード、障害者カードは有効期限がある。演習鉄道では、SF 残高を増やすことを入金、積像、積み増しチャージと呼ぶ。以下に一回に入金できる、入金額一覧とプレミアを示す。なお、 一般は、一般カード、障害者カードを、学生は、学生カード、小児カードを示す。かつての ET カードでの販売の判例、2000円カード、利用可能額2200円、発売額デポジット込み2500円は2006年6月1日より2017年8月31日までは、バス車内でも販売されていた。また、 ナイスパス導入当初より2020年1月31日まで ET カードから残高を無手数量で積み替えることが可能。なお、ナイスパスの県面には入金可能額の上限は記載されていないが、4回分までの入金が可能である。オートチャージについては口実。また、利用履歴も参照。入金は前日の通りだが、 バスの運賃箱にて乗務員への申告なしに入金できる。鉄道線は現在は、有人駅、無人駅とも全駅にナイスパス対応自動券売機が1台以上設置されているため、そちらでの入金が可能である。以前より、全駅に自動券売機は設置されていたものの、当初はナイスパス非対応券売機のみだったため、無人駅を含む全駅に入金機が設置されていた。 このほか、バスターミナル設置の入金機、車掌や臨時バス係員などが携帯する端末、遠州鉄道各窓口などでも入金できる。履歴確認は、窓口の他に、蒸気の内運賃箱、券売機にて可能。臨時は、窓口の他に、蒸気の内券売機、入金機、時刻表印刷端末にて可能。オフラインで履歴を確認する場合には、 最後の20件分が確認できる。また、一般の IC カード乗車券では、定期券区間、期間内の利用では、履歴が出ないことが多いが、それも表示、印字される点が特筆できる。日付、時刻車両ナンバー乗車バス停、降車バス停、生産額残高が印字される。バス停は、全角で交点5文字まで印字され、例えば、浜名湖パルパルは、浜名湖パルと、 パの左半分と表示される。日付、おおよその時刻、10分単位、乗車駅運賃降車駅残額の順で印字される。2009年9月1日、スイカパスもにもかに続き、日本の鉄道用 IC カードで4番目にオートチャージサービスを開始した。また、日本のバスにおいては、初めてのオートチャージサービスである。ただし、オートチャージ元は、円鉄カード。 クレジットカード機能付きのみである。記念カードはデポジットはかからない。また、定期券を付加したり、記名式にしたりすることはできない。ナイスパスエコポイントサービスはかつて、円州鉄道が実施していた IC カードのポイントサービスである。政府エコポイントが登場した末期は区別するために、ナイスパスエコポイントサービスとも呼称していたが、基本的にエコポイント、 サービスと故障していた。2005年1月20日にサービス開始。当初は以下のサービスであった。なお、公式サイトにてカード番号の入力によりエコポイント残高を確認できるが、その際には CO2 削減量が案内される。その後、2008年9月1日より、 エ鉄グループ各社のポイントサービスが統合をされ、エ鉄ポイントに移行されることとなり、エコポイントもエ鉄ポイントへ移行した。手続きは2008年9月1日からの受付で、ナイスパスとエ鉄カードを共に、演習鉄道の窓口に提出することにより、ナイスパスによるエ鉄ポイントサービスを受けることができる。また、オートチャージも同時に設定ができる。この操作によりエコポイントは、 点鉄ポイントに自動的に引き継がれる。なお、点鉄ポイントは1ポイント単位のため、積算時には1ポイント単位となっているが、計算上は従来通り0.1ポイント単位で行われており、100円未満の波数も、累計額が100円に達した時点1ポイントとなる。点鉄ポイントサービス開始に伴い、エコポイントサービスは2008年12月31日をもって、 終了となった。煙鉄ポイントに移行しなかった場合の2009年1月1日以降の取扱いは以下の通り。ちなみに、サービスが終了した2008年取得のエコポイントが2011年末で消滅するため、これにより、明日ともにサービスが終了する。また、現在は、ウェブサイト上やバスターミナルの端末にてエコポイントが確認できるが、 2012年以降に変動が起こることが予測される。ここでは、ナイスパス定期券及び、全身の紙製の定期券の時代も含む、演習鉄道、電車、バスの定期券全般について解説する。従来、定期券は14日前からの発売であり、繁忙期のみ1ヶ月前からとしていたが、2017年8月21日より、 数年で1ヶ月前からの発売となった。駅や停留署名の印字は4文字までのため5文字以上のバス停や駅については略称で印字される。定期券の場合は年齢、名前、性別、青年月日、使用期限が印字される。通学定期に限りオプションで下記の2種類を選択でき、下記の両者とも組み合わせることができる。 1999年2月1日、シルバーワイドフリーのみ2000年9月に販売を開始した。定期券の上限運賃と名打って導入したこともあり、ワイドフリー定期券より高額となる定期券は自動的にワイドフリー定期券となる。1971年4月1日に発売を開始した、円鉄電車と円鉄バスを乗り積む定期券である。当初は、 無割引きだったが、1979年12月21日より、炎鉄電車分と、炎鉄バス分ともに相互に5%引きとなっている。鶴見と三つか順など、循環路線を一周する定期である。浜松駅経由で、他の路線のバス停を発着にすることもできる。県面は、順と表示される、おおむね赤電の駅から数キロメートル以内の、 指定バス停と浜松駅とを結ぶ定期券には加算料金を払うことなく、当該最寄り駅と遠州病院第一通り新居浜松を利用できる共通定期を付加することができる。スケノブ駅北でのみ設定されており、鉄道線においては、当該駅と上記の都心三駅との間以外での利用、途中下車や乗り越し等ができず、全区間分の運賃が引き去られるほか、 定期券面のバス停を指定している鉄道駅が複数存在する場合もいずれかのうちの一駅しか選択できない。また指定バス停を経由していても券面のバス停が指定エリア外の場合には付加することはできない。SF のみで使用しているナイスパスであってもカードを交換することなしに定期券機能を付加することができる。このナイスパス定期券は2005年1月20日に 発行開始した。その後も一部の窓口では、紙製の定期券を発行できたが、2010年代に入り、円鉄では、電車、バスとも、定期券を、ナイスパスに統一し、紙製の定期券は、円鉄自動車学校発行などの例外を除き、発売終了した。バスについては、定期券区間内を結ぶすべての路線の途中バス停で、途中下車ができる。また、 経路変更やバス停分割により別のバス停となったバス停は同じバス停として計算される。以下に例を示す定期券は演習鉄道各窓口で発行することができ、鉄道駅でバスのみの定期券を発行することやバスの窓口で鉄道線のみの定期券を発行することもできる。定期券の更新は従来は演習鉄道各窓口のみであったが、 バスのみの定期券を含め2009年頃より一部鉄道駅の自動券売機でもできるようになった。通常は自動券売機で更新できる場合でも通勤定期のみの扱いとなり通学定期は窓口となるが通学定期でもその学生ナイスパスの有効期限内であれば券売機で更新できることが特筆できる。自動券売機による定期更新の際には 使用開始日、期間、楽器定期含む、種類、平日定期、または、全日定期を、選択、変更することができる。ただし、区間の変更や個人情報の変更はできないため、その場合は、窓口となる。理面には、当社が別に定めた他社でもご利用いただけます。との文言があるが、他社の IC カード乗車券との相互利用の計画は、ない。ただし、 炎鉄タクシーでは、浜名線入りで系統をはじめとする、炎鉄バスから、路線移管を受けたバス路線の一部に限りナイスパスの、使用が可能である。また、E ウィングの一部移管を受けた浜松観光バスでは、E ウィング自体が、ナイスパスでの乗車ができないためナイスパスの利用は、不可能であるものの演州鉄道、所属車両同様ナイスパス対応運賃箱が、搭載されていたが、 同社は2015年1月1日付で、演習鉄道に合併している。また、現段階では、グループの演鉄百貨店、演鉄ストアなどとの相互利用や電子マネー化の予定は、ないが、そもそも現状では、不可能である。これは、前払い式商標の規制等に関する法律に、定める申請などの手続きを取っておらず、あくまで乗車券という位置づけとしているためである。 なお、現行のナイスパスの裏面に店舗などで利用可能な旨の文言はない。一方で2015年度には、エンテツグループ及び全国の取扱店で利用可能なビザプリペイドカードとしてエンテツカードのポイン専用カードの後継という位置づけでエピカ、エピカを導入した。なおナイスパスへの入金時にはプレミアムが上乗せされるため、 仮に他社局との相互利用や電子マネー化を行う場合はこの問題を解決する必要がある。また、国土交通省は2015年7月に全国相互利用サービス対応カードの利用範囲拡大の一環としてナイスパスを含む地域独自カードエリアで全国相互利用カードを語り用可能にする新システム開発支援を検討していることを明らかにしている。 浜松市ナイスパスとは、浜松市が発行するナイスパスを指す。一般カード、障害者カードには、浜松市発行のタイプもあり、県面のデザインが、円鉄発行のものと異なるほか、所定の金額が、ストアードフェアで毎年度交付される。これは、従来、磁気カード、ET カードと同じ方式で交付されていた高齢者、障害者用の電車。 バス利用カードを代替するものである。なお、交付された SF 金額は、年度末、翌年3月末日まで有効である。浜松市の政策転換により、障害者向けカードを除いて、高齢者向けのカード新規発行並びに、無償積み増しは2016年度をもって終了した。ただし、今後も自身で入金することによりカードそのものは、引き続き使用可能。 EG1、e、カード、EG1 カードはナイスパスの前身である。利用者から返却されたナイスパスは前日した記念カードなどにリサイクルカードとして用いられるほか、表面を削りリライト不能なカードとして再印刷されたリユースカードとして、演習鉄道の社員職やラウンジカードで利用できる電子マネーカードに用いられる。こちらは無記名式無デポジット。 無プレミアであり、社員食堂内などに設置されている自動発行機で発行や入金、返却ができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。